はい、皆さんこんにちは。フェニックス TV の時間です。今回インタビュー企画の第2弾として、第1弾に引き続きイッチーさんに来てもらいました。イッチーさん、よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。で、今回は、イッチーさん、ご自身の話をちょっと聞きたいと思うんで、早速質問に入っていきたいなと思います。まず、じゃあイッチーさん、サッカーまあ、いつ頃から始めたのかっていうのと、あとは始めたきっかけがあれば、面白く教えてください。急にね、はい、始めたのはいつ頃かっていうと、小学3年生の時に始めて、でもなんか親はバスケットとかよく家族がやってたんで、バスケさせたかったみたいなんですけど、なんかもう3、4歳ぐらいからずっとボール蹴ってたっていう風には言ってました。なるほど、うん、で始めたきっかけは、はい、近所付き合いがすごく良くて、僕の3個上のお兄ちゃん、ダイアンみたいな人が近くにいてそうで、いつもなんか一緒にサッカーしてたんですけど、はいはいはい、だからもう小学入る前とか入ったばっかりの時ぐらいって、もう3歳差ってすごいあれじゃないですか。めちゃくちゃ体格差とかめちゃくちゃ、そう、体格差とかある中でやってて、ちょっといじめられてたんですよね。で、僕の気に入ってたマジックテープの、はいはいはい、靴があったんですけど、その靴の上になんかしょんべんかけられてそれはやばい。そうで、絶対こいつ倒してやると思ってはいはい、はい、そしたらキーパーだったんですよ。はいはいはい。そうだから、そいつ倒すためにちょっともう公園でサッカーやってる場合じゃねえなと思って、はいはいはい、はい、クラブに入団して倒してやろうって思ったのが始めたきっかけですね。つまりあれですね、いじめられてそいつを見返そうと思って始めたらプロまで行っちゃったみたいなことを戻す。そうですね、いつの間にか復讐をするの忘れてましたけど。なるほど、その復讐心で始めたところから今平和を語るってなんか変ですけど。そうなんですよ。だからなかなかね、平和になれないところもあるから、いつも学びと成長だなと思ってます。じゃあ次の質問いこうと思うんですけど、多分こう幼少期からこうサッカー、僕もそうですけど始めてると、最初の頃ってこう親の影響だったりとか、親の教育であったり、そういったものはすごい影響があると思うんですね、なんで、どんな親の教育があったのかっていうのは、多分こうこれを見てるこうちびっこの親御さんとかも気になると思うんで、うん、親の教育についてなんか教えてもらえますか。そうですね、なんかやっぱり単純に厳しかったですね。なんか家帰ってこうテレビ見てたら、なんかテレビに見られるなとか、意味わかんないこと言われたりとかテレビに見られるな、そうとか、よくなんか玄関っていうか、なんか通路に学校のものとか置いとくと、はいはい、普通に可燃ゴミのゴミ捨て場に捨てられてて、やばっ。なんかもしこう日またいで朝になってたら、普通にゴミとして収集されるようなところにあったりとか。そう、お父さんですか、お母さん。お父さんですね。お父さんは厳しい。うん、とかなんかすねとか蹴られて、なんかサッカーやってるんだから、なんかここもお前鍛えとけみたいな、なんかそういう。どうやって鍛えるんですか。よくわかんないですけどね。良かったのは、剣道をさせてもらったのが良かったなと思って、礼に始まり礼で終わるとか、はいはいはい、相手を敬うとか、とにかく1対1で面とコテと胴しかない中で、どうやってこう倒していくかという集中力とか、はいはい、そういうので教育も兼ねてさせてもらってたのすごい良かったなと思ってます。はいはい、確かに剣道前やってる写真とか見たことあるんですけど、あれらしいですね、今も振ってるらしいですね。ああ、そうなんだねそれがなんか自分の中ではすごいなんか整理がつくというか、はいはいはい、体の軸を鍛えるんだけど、体幹ってことですか。そう、なんか体幹を鍛えて自分がここまで来れたみたいな自負があるから。へえ。そう、なんか結局こう何かに置き換えた時も、はいはいはい、軸がしっかりしてればシュートもキックもうまくいくっていうのがあるんで、
ゃあまずこう、うん、サッカーじゃないところでも自分の軸っていうものをしっかり見直せれば、あのいろんなものに応用できるみたいなところはつながって、うん、よかったなと思ってるかな。あの棒めちゃくちゃでかいじゃないですか。まあ後であのここに写真載せようと思うんですけど僕も見たことあるんですけど、振ったことはないけどあれ結構重くないですか？そう、重い。あれめちゃくちゃ重かった。でもあれまだ最終形態じゃないですよね。あれ最終の一個手前なんですよね。昔は最終のやつ振ってたんですか？最終の時、大学時代は最終のやつ振ってたけど、まあ今はなんかあの筋力を増やすっていうよりかはとにかくこうバランス整えるっていうところに結構重視してるんで、まあ最終形態じゃなくていいかなっていう。なるほど。そう、あれいつからやってるんですか？なんかまず小学校の時は市内竹でやるんですよね、はいはいはい、で今度木刀っていうのになって、はいはいはい、で木刀と同じ長さの今度鉄の棒っていうのを多分小学校の時ぐらいにやらされて、うん、で中学上がった時に最終形態のあの1個手前でも最初重かったから鉄の期間が長かったかな。鉄を中1中2くらいまでやって、中3くらいからもうあの長い棒でやってたかなって感じですね。それ続けるの大変じゃないですか？毎日やってるんですもんね。大変だったけど、なんか中高の時ってなんか、はいはい、絶対あいつよりもこう練習したいとか、あいつよりも絶対ストレッチ長くして体柔らかくなりたいとか、はい、なんかそういうのあるじゃん。はいはいはい、負けず嫌いな感じですね。そう、絶対なんか一本でも多くドリブルでもシュートでもしてたいみたいな、はいはいはい、そういうなんだろう時代だったし、そういう風習にしっかり僕も使ってたんで、その思いがあったからできたかな。それを今でも続けるのがやっぱすごいですね。なんか逆にやらないと怖くなっちゃうっていうか、なんか今日整ってないなみたいな心が整わないの棒振らないかなみたいな。そう今日なんか骨盤整ってないなみたいな感じに思っちゃうと、うん、なんかやっぱプレーにも影響出ちゃうんで、はい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 、やらないと怖いっていうのが強いかもしれない、うん、まあ本当十数年かけて作ってきたルーティンみたいな感じです。そうっすね。それちなみにヨーロッパ行った時もやってたんですか？いや、ヨーロッパ行った時にあの棒を持ってけないから、うん、そうね、まあ武器だもんあれ。そうなんか近くの川、はい、川になんかちょうどいい長さと、はい、あの持つ部分もなんか持ちやすいあの棒があったんですよね。棒も触れるしトレーニング場にしようと思って、はいはい、あのすごいなんか草むらとかに隠してたんですよ、持ってけないから家に。数日後、はいはい、数日練習してそのまたトレーニングの日に行ったら、あのしっかりバーベキューのあの資材としてあの燃やされてましたなるほど。それで失ったんですか？失いました。やば、めっちゃショックじゃないですかそれ。いやちょっとね、だからドイツの時はもういつも不安で仕方なかったから、棒じゃない方法で骨盤をなんかこう立てるとかっていうのをやってましたね。まあ多分その骨盤とかそういうのをこう調整したりとか体幹とかっていうのをもともとやってるのもやっぱ結構父親お父さんの影響もあるんじゃないですかね。それは絶対にあって、なんか変な教えがいろいろあってあのだから中学はいはいから今まであのチャリを乗ってないっていうね。ちなみに乗れるんすか？乗れるそれは乗れる自転車に乗ったらなんか体に悪いんですか？なんか骨盤が歪むって言われてて、で自分があの電車とバスで行ける練習場に行ってる時があったんですけど、でも、はいはいはい、チャリだとなんか40分くらいで行けんすよねそう、だからチャリをなんか内緒で乗って行った日があって、はいはい、うわーこれ楽だわーと思って、なんかあの1時間半くらいかけて行くのを40分でチャリで行けるから。そうですね、時間的には。そうでお金もかかんないし、若い学生の時やから、はいはい、そんで行ったらちょっと体痛くなって、親にこうあの見せたのね体を、はいはいはい、したら「あお前チャリ乗ったな」とかって言われて、やばやばみたいな。チャリ乗ったかどうか分かると思って見透かされてる。そうそう、
だからそれがあってからはもう絶対乗らないようにしようと思って。なるほど、うんうん、多分東京の人で乗らない人ほぼいないと思うんですけど。そう、結構ね、苦しんではいます、生活に。そうっすね、だ遠くても歩かないといけないですもん。そう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 、大変だ、夏場とか特に。うん、プロになれた要因って何だったと思います？3つくらい要因があるなと思ってて、はいはい、フィジカル、環境、気持ち気持ち、メンタル